おはようございます。またてももう昼過ぎておりますけれども、今日はのんびりゴロゴロと過ごしておりますが、今お父さんとサムちゃんそこ私の後ろで遊んでるけど、来ましたね、食べてね。ねえ、にゃいやんねんなよ、あたちってお父さんと激しく。すごいけど。まあ、ということで本日は昨日お出かけしたので、グロサリーショッピング出たいなと思っておりますので、準備して出ようと思います。ということで、ただいまね、4時半前になります。本日もぐるぐるっとね、お買い物行ってこようと思います。行ってきます。コスコ来ました。行ってきます。ターゲット来ました。行ってきます。レーダー上部来ました。行ってきます。お家帰ってきました。サムちゃんとお父さんお庭出てったけど姿は見当たらないけど、あ、お父さんこっちから来たということで、お買い物ねしてきたものはコスコで桃でしょ、アボカドとセロリと豚バラ、最後にウォルマート寄ったんですけども、おネギとキムチとスムスムブレイズのポテチね、コスコでこれちょっと安くなったから、歯ブラシの替え、私のパジャマ、エクストラスモールがなかったからまあいいやと思って、ラッキーブランドのパジャマめちゃくちゃ気に入ってるので、あ、これもウォルマートでお父さん購入したのかな。ターゲットでメソッドの DD シャワーのスプレーとその詰め替え用ね、ディッシュソープとハンドソープ、あ、これもウォルマートで購入したんだと思う。オーラリンス大きいサイズね。トレーダー料理ではルッコラ2袋とブロッコリー2袋でしょ、トマトとまだグリーンフィグがあったからね、グリーンフィグと人参、お父さんのラジオパン、うん、バナナとメロン、シュガーキスね。で、あとお父さんこのビール買ってた、美味しそうだなーって言って、あとね、トレーダー料理ではお花、これ可愛いなと思って、なんか変わったカラーしてるバラとひまわりが入ってるやつね。あともう一つ、このサボテン購入しました。かわいくね、これシュールだよね、この感じが。玄関のワンちゃんの隣に置こうかななんて思ってます。まあ、ということでね、こちらババババッと片付けて、お家のことやっていこうと思います。さあ、リクとサムちゃんですね、ご飯食べました。ね、サムちゃん、うまかった？今日でやわやわは最後よ。お薬も最後だもんね。っていうことで、お父さんがね、チャイニーズオーダーしてくれたので、取りに行きながらですね、サムちゃん、一緒にお散歩行くのよね。よろしくお願いしますね。出てすぐにもうできたよってね、電話がかかってきたので、先にピックアップしてもらうとさ言ったけど、でその後ね歩きましょうね。見てるの私はどこと、ゴムの真ん中カピカピしてないでしょうか、ねんねしてたからねんしょっか、お父さん来た来た、よしじゃあ行こう、はい、こちらにありますが、待ってる間じゃなきゃね、ここ歩く必要ないからちょっと公園でも歩いてこようってことになりましたので、あそこバルセロナ行くの、あ、いいね、うん、じゃあバルセロナ行きましょう。あ、公園の名前ね、バルセロナっていう公園、前の前のお家の時にねよく行ってた公園ですね。着きました。準備終わりましたの、うん、ご苦労様です。はい、じゃあ行ってきましょう。今日は長いだろうね、調査。1ドル札が落ちてた、ポケットにクシャクシャってして入れたのが落ちちゃったのかな。1ドルの神様に感謝していただきます。どっかドネーションできたらいいねってお父さんと、マーケットかどっか行った時に入れてきましょう。なんか落ちてる、牛さんこういうね、ぬいぐるみだ。俺はあちらの方ね、調査に行っておりますけど、ね、ついててください。お父さんもそんなピンと登らなくていいから、そっち行くの、どっち行くの、そっち、砂はあんまり好きじゃないのよって、お手で埋まっちゃうからね。さっきあんまり知らないでしょ、ちょっとより早かったんだよ。嘘つかないでよ、お父さん一番遅かったじゃん。水出てるけど大丈夫かな、うん、こっち出てこないよね。いや、回ってるよ。危ないよ、気をつけて、結構かかるよ。そこね、ここ空いてた時外出てったよね。出てったね。どこに入っちゃうんだ、興味津々で。はい、行きましょう。お友達来てるよ、いいのよ、行くわよ。はいはい、ゴー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 。通り抜けようと思ってるんだけど、ちょうどこっち側来てる。次どこ出てくるんだろうね。ここ一帯が終わったら、だって順番に出てくるんじゃないの。ちょちょ待てよ。反対側まで行くのに結構時間かかりそうだね、これ。また戻ってきてるよ。それでこっち来てるけど大丈夫？わからん。遊ばれてるよ、お父さん。結構やばい気がします。行くの？大丈夫？果敢に挑戦してらっしゃるけど、うちの上位、超いいね。来たわよって言って逃げてきたよ。大丈夫です。はい、ゴー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 。急げ急げ。足元濡れてるからね、びちゃびちゃになって気をつけてね。ここ違う、土ではなかった気がするな。直してるね、いろいろね。この方が歩いてたね、あそこの、あ、見えてないか。
ここにゲートっぽくなってるとこがあったけど、さっきお話しいたしましたトトが出たゲートね、前に止まってる赤いのがうちの車。姉さまちゃん楽しかった？気になるからずっと下見で匂い嗅いでるね。もうちょっとでブーブーだよタメちゃん。ちったりこっちったり忙しいでしょね。行きましょうね。軸のジグザグジグザグだね。よしじゃあブブ乗って帰ろうね。着きました。熱々言ってるけど私いつもこれを取り分けてるんですけども、よしじゃあお父さん出してくれてるからどんどんとね分け分けして食べようと思います。今日何にしたのって聞いたら分かんないって言ってるけど、だからチキンですね。とまあいつも通り、あとはね、ということでいただきます。気になるって何だった？止まってください、分からんのです。シャーチャーチキン、あってだけど何だか分かんないじゃん。シャーチャーチキンだそうです。ご飯食べ終わってお片付け二人なんだりかんだりいろいろいたしまして、お父さんは横になってるけどサミちゃんお風呂入れるって言いながら横になってもう1時間半ぐらい経つんじゃないかしらねと思ってるんですが、サニカはそこでね横になっておりますけども、遅くなっちゃうからね、さてはてどうするのかななんて思っておりますが、とりあえず私はシャワー浴びてね少しゆっくりして、それからね休もうと思ってます。 Thank you, yeah, to me. 今日もこちらで寝にするんですか？お父さんがね横になっておりましたけども、どうやら起きた後さっと入ったみたいですね。私がシャワー上がってきたらもうここでねぐっすり眠ってた。ずっと冷蔵庫の上にいたギアン、もしは夜はここで寝寝するんだじゃなの。サウマでこの中入って寝るの好きだけど、夜はサニクが寝寝するってね分かってるんだろうね。絶対譲る。サムちゃんね、サニクロお嬢ここで寝寝してください言うんですよね。でどいてくれるんだろうね。お嬢はこちらいらっしゃいます。クッションの上乗って寝てますね。サイク今日何してたの？一日朝前した後は棚の中入って、それからメキシャの中で寝寝してたんで十なんだよね。あらゴルゴル丸ちゃん、おくびきの日ですか？大丈夫ですか？ここ数日ねご飯の時間クレートの上乗って最初待ってるんだけど、そのうちねピョーンとね冷蔵庫の上ね飛び乗ってご飯ができるの待ってて、それでご飯だから降りてきて食べようって言っても降りてこないの。じゃあ何か美味しい出そうかって言ってね、この前もお話いたしましたがニャンスプーンね今気に入ってるからね、ニャンスプーンね見せるでしょ、そしたらなおって言ってね、それそれみたいな感じでね反応するんだけど降りてこなくって、冷蔵庫の上ぐる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 回って歩いてほらこれだよって見せても降りてこないの。ご飯の器の中入れてほらサディク入れたよって見せても降りてこなくて、冷蔵庫の上ぐる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 回って座るのね。もう冷蔵庫の上から下ろしてもらうの待ってんの。あそこから下ろすのは大変なんですよ。お父さんはいいかもしれないけどママすごい大変だから、ママがうまいする日はご自分で降りてきてもらえませんかね。お願いしますよ。甘えん坊ちゃんなんだよね、もうずっと甘えん坊ちゃんなんだよね。お嬢がうろうろしておりますけれども、乗るの？今日できる？できにゃい？じゃあママが後で乗せたるから待ってて。ねえサニくん、サムちゃん乗りたいんだって。ママサムちゃんっこしてね乗せてあげようと思うのでね、サニくんねんねしましょう。今日も一日ありがとうね、ゆくねんねしてください。うえちゅみー乗ったの、そこがいいんだよね、あたちはね。サムちゃんもうやしみー、あたちちょろちょろふわふわなったのよなんですよね。シャワーしたんだもんね、落としたとしたのよなんだよね、おりこしゃしたのよなんだもんね。めっちゃいいのそのおめめ。お風呂出てきた後ね、肉球に塗るねバームを塗るんですけど、塗ってあげたらポミもだったけどペロ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 舐めておりまして、なんかチュケットはねママ取ったるわよっていう感じじゃないんだよね。サムちゃんこれするよって言うとね、ちょこんと座っててお座りとかしてるよりもね仰向けになっていただいたものが塗りやすいから、私がコロンしてって言うとねコロンしてね手足ねこうやってピーンとしてね出してくれるからね。ねえねえむにゃん、あぶからで落ちてませんか？肉球のケアもしてねすっきり爽やかなんですよね。すぐ真っ黒けけになっちゃうけどタムちゃんの肉球。今日シャムちゃんどこおシャンプー行ったの？公園行ったね。何度か行ったことあるよね、ボーミクとドーシャとママとね、ボールもしたもんねあそこでね、激しくチェックされておりましたけれども。お友達の匂いした？知らないお友達の匂いだった？あっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったりジグジャグと歩いていっぱい確認してましたけど、もちろんお決まりのコースもねいいけどね、たまには違うとこね連れてってもらおうね、お父さんにね。今日も一日ありがとうね、ゆっくりにしてください。おやすみ。
ふーたんもおやすみ。今日もとても素敵な笑顔ありがとうございます。ふみたん、新しいお花はいかがですか？バラかな、いい香りするんだよね。近寄るとふわっといい香りがする。ちょっとね、もうね、引き上げてきちゃってるんだよね。こういうのもペラーンってなってるんでしょ。いつも購入してきた日はシャキンと全部ね、上向いてるんだけど、やっぱり暑いからなのかな。うちの中ね、めちゃくちゃ暑いってわけじゃないんだけどなと思ってるんだけど、最近お花流行るやんちゅうのよね。私ね、まあなんか取り替えるまでそのまま放置してますけど、やっぱ枯れたらかわいそうだからね、そのままにしないで、そうするとお片付けした方がいいよね。あ、これ折れてる。そう、レジの方がね、これね、バサーってね、カートに乗せる時にね、落としちゃってね、あ、ごめんなさいとか言ってて、いいよいいよって言ったんだけど、折れてるのね、気づいたんだよね。もう一本折れてて、それは私切ったんだけど、これも折れてたか。まあまあまあ仕方ないね。お話はもうね、頑張って生きてるんだよね、ぶったね。あら、お嬢またよかったけど、最近ね、今こうやってね、歩いてってあっちの方ね、一つ一つ確認してね、最初的にね、ベッドルームのドアをね、ガリガリってね、何回かして、で戻ってくるんだけど、お父さんがね、あれやってるね、あたちよって言ってんだと思うんだけど、今ベッドルームじゃなくてゲストルームやってるね。ね、ぶったらサブちゃんいつもね、夜中ね、やってるでやんじゅうのよね。ぶったらサブちゃん落ち着かないでやんじゅうのよね。ぶったら夜はぐっしょりでやんじゅうだよね。ね、探してますね、お父さん。もう分かってないのかな、ベッドルームにいるはずなんだけどな。いるよね、スリッパあるもん。おいね、いいにょん。お父さんはこういう時でおトイレ行きたい可能性もあるからね、ちょっと聞いてみないとあれなんだけど、サブちゃん、チ引くの？チ？チしたいの？のでしょ？チする子、チする？違うね、その感じは。ママ分かりますよ。チする子って言って、チ出る時はいつもドアのとこへ来じゃん。お父さんがね、長めの出張行った後からよくやってるね。ぶった、お父さんお家いるやんちゅうのよね。大丈夫でやんちゅうよね。ぶったからもね、たまちゃん寝寝するでやんちゅうよって一言声かけてあげてくださいな。お願いしますね。今日も一日ありがとうね。家族みんなのことも守ってくれてありがとうございます。明日も明後日もどうぞよろしくね。おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、3時になります。お父さんどうするかななんてね、言いながら私ですね、シャワーを浴びに行ったんですけれども、あと15分したら行くなんてね、言っておりましたが、15分経っても30分経っても来なくて、これは寝たなって思っていたら、トイレの換気扇の音が聞こえてきて、あ、トイレ行ってると思って、でスキンケアももうそろそろ終わるかなっていう頃にね、ベッドルームやってまいりまして、裸もなってね、サムちゃんとか言って中でさ、思いかけてたんだけど、でね、サムと一緒にシャワー浴びてね、11時半ぐらいかなにサム上がってきて、いつもね12時ぐらいにねトイレ行ってね寝かすので、サムね歯磨きさんして、とりあえずまずはサムちゃんお風呂入るとね、めっちゃ毛が抜けるから、バスルームがね毛まみれになって、歩くと足の裏に寒さ生えたんじゃないかっていうぐらい毛がつくのね。だからまず掃除機ね、バスルームかけて、それからね、お父さん上がってきてから、サムちゃん寝かすからなんて言ってたので、サムちゃんもうちょっと待っててねなんて言いながらね、肉球のバーム塗ったりなんだりして、でサマンサーねねの前のね全て終わらせて、お父さん爪切り始めたから、あ、爪切って寝るのかななんて思っておりましたら、ゲストルームに行って仕事をしておりまして、どのぐらいかな、1時半、まあ、2時前ぐらいまでお仕事してて、で寝に行って、どうやら眠れなかったみたいで、何回か私にテキストが入ったんだけど、よくわからないさ、ワードがいっぱい入っていくの、言いたい単語パッパッパッとか急に来るんだけど、ああもう眠くないのかななんて思いながら放っておきましたら、それが途切れたので、ああ寝たんだなって思っているんですけども、今ねサムちゃんガリガリしてたけどね、気づいてないからぐっすり眠ってるんじゃないかなと思います。ということで本日はですね、週一のグローサリーショッピング行ってきたんですけども、先週だったっけな、結構大量にねお買い物してきたので、今週はまあちょっと足りなさそうなものだけって言ってぐるぐるっと回ってきたんですけども、今日コスコで桃購入してきたんだけど、先週ねコリアンマーケットで購入してきた桃がめちゃくちゃ美味しくて、もう食べちゃったんですけど、いっぱいあったのに。でね、コリアンマーケットに桃も買いに行きたいねなんて言ってたんだけど、まあいっかって言ってね行かなかったんですが、まあここ数年のねこう私のねなんか記憶によるとですね、コリアンマーケットね、パウンド99セントになって桃めちゃくちゃ安いじゃんっていう時の桃が一番美味しい。多分時期迎えてたくさんね収穫できるようになって、しかもね結構大きくなってるんですよ、このぐらいになってるから。とにかく
くわさか取れるから安くね仕入れられて、全然食べ頃になってるからだと思うんですけども、美味しいんですよね。私硬い桃好きだってお話ししたかなと思うんだけど、硬いんですよ。でも硬くても甘いんですけども、でね、ちょっと置いとくと、もちろん身はねギュッとしっかりしてるんだけど、噛むともうねジュワッとジューシーでね、お父さん柔らかい桃が好きだから、その中間ぐらいの時に私剥くようにしてるんだけど、ちょっとね硬い桃が食べたいなーっていう時はこっそり自分用にだけね、もうカリッカリのやつ、もうリンゴみたいな感じの時に剥くんだけど、でね、何だったっけな、ツイッターだったかな、で桃はね皮ごと食べた方がいいですよってねいうのを見て、皮と身の間のところに良い栄養素があるみたいで、しっかり洗ってね毛が気になるようだったらこうタオルかなんかで拭くのかななんていうねことを読みまして、コリアンマーケットでね購入する桃はね毛生えてないんですよ。ベジウォッシュで綺麗に洗って、この前の桃はね皮ごと食べたんだけど美味しかった。でね、お父さんに一応ね気になるんだったら噛んだらペロンと剥がれると思うから、それで剥がして食べてなんてね言ったんですけども、大丈夫とか言って、まあなのでね、お父さんも私もねそんな気にならないしバリバリ食べれたので、はい、これから桃はねよく洗って皮剥かないで食べようかななんて思って、その方が私も楽だから。あ、今日購入してきたねコスコのもね桃もね美味しいんですけども、まあコリアンマーケットねいつまで桃安いかっていうのはあれなんですけども、またね購入しに行きたいなと思ってます。あ、それからね今日ね久々にチャイニーズねピックアップしに行った後、前の前のねお家にね住んでた時に行ってたね公園ね行ったんですけれども、まずね1ドル札をね拾いまして、お父さんお金落ちてるって私が言ったら、あ本当だって言ってね、1ドル札だったんだけど、どこかでドネーションしよっかって言ってね拾ってねポケット入れて、私そういえばポケットに入れっぱなしだ、後で出しに行かないと洗濯カゴに入れちゃったからぐるっと一周してきたんですけれども、なんかねすごくね不思議でしたね。サムちゃんだけだったから、あそこに行ってたのはトトとポミだったからね、約10年ぐらい前か、お父さんの休みの日にね、じゃあ歩いて公園行こうかって言ってね、そう歩ける距離だったんですよね。お父さんも私もそしてトトポミも若かったからっていうのもあるかもしれないけど、歩いていてねボール遊びしてまた歩いて帰ってくるっていうね、全部で2時間ぐらいのお散歩だったかなと思うんだけど、懐かしいねってお父さん言っててね、今日もねなのでお父さんとね思い出話をねしながらお散歩したんですが、あの公園でねお父さんとねトトポミかけっこよくしてね、よーいどんって言ってね一斉にみんなで走り出してね、トトはね私の方走ってくるので、父さんとポミだけがストレートを走るんだけど、でねあの頃はねお父さんもね思いっきり走れてたっていうのかな、でね派手に転んでね、このお話したっけな、すごかったんだけど、まあ別に怪我はしなかったんですが、芝がねふかふかで柔らかいからポミがね先走っててね、お父さんがね転んでね、それに気づいたポミがねキュッと止まってね、わっとお父さんの方ね戻ってね、お父さん大丈夫でやんちゅかーってねやってたけど、人ってあんな風に飛んで転ぶんだっていうような転び方して、もう私もびっくりしたんだけど、トトもなんかこんな顔して見てたけど、お父さん今日その話自らしててね、あの頃は思いっきり走れてたとか言ってたけど、やっぱりね年々ねその体が変わってきてね、思いっきりやると怪我するかもっていう恐怖心っていうのかな、なんて言ったらいいんだろうね、そのなんか恐れがあるから思いっきりできなくなってってしまうんですよね。あの頃は若かったなぁとか言っておりましたが、その頃私ね連写でね写真撮るのにハマってて、そのねかけっこしてる時もね連写でビビビビビってね写真撮ってたんだけど、確かねこのね携帯にはもう入ってないんだけど、お父さんが派手に転んだ時の写真もね撮ってあってね、スローモーションかのようにお父さんがこうさ転んでくのが写ってて、その時はめちゃくちゃ心配したけどね、後々ねその写真をね見返してね二人でね笑い話をねよくしてたなぁなんて思って、何もカモがねいい思い出だななんて思って約10年前ねこっちに引っ越してきて、お父さん日本にいた頃はね、まあ、まともなお休みっていうのかなあまりなかったし、平日にねぴょこんぴょこんといやお休みするみたいな感じだったからね、カメラがね熱暴走いたしましたね、もう話しすぎなんでしょうねはい、何の話してたっけ、そうそう、とにかくねこうやってこっち来てからまとまったお休みを取るようになったり、今はねまあ基本的に土日お休み取ってね家族の時間が取れるようになったっていうのかな、平日も一緒にお散歩行ける時間に帰ってこれたりとか、あとは旅行だよね、旅行をね行くなんてまあね考えられなかったけどね、ちょこちょこね行けるようになってね、私もみんなで何かするっていう感覚がずっとなかったからだからねこうやって家族でいろいろなことをしてたくさんのね思い出ね作れてるっていうのがね嬉しくてね、もちろんね日本にいた頃もいろいろな思い出はあるんですけれども、よりなんかね家族みんなでだったりこう夫婦でっていうのがね増えたなって思ってね、これからもねなんかその時はねって思う
うこと。でもね、そんなね、思い出も含めね、そう、日々毎日ね、楽しくね、生活して、みんなで笑ってね、家族のね、思い出ね、作っていけたらな、なんて思ってます。ということで、本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。